台湾、高雄市小亭土辺に、シメクで18日午前2時頃、雑居ビル、常駐場退路の1階付近から、出火、会場に燃え広がった。消防車72が出動して、消火にあたり同日午前7時17分頃、鎮火したが、住民46人が死亡、41人が重軽傷を負った。ビルは地上12階、地下2階、1から5階は使われておらず、7から11階で約120世帯が暮らしていた。住民の多くは高齢者と低所得者で、死者の平均年齢は62歳だった。消防によると、焼けたのは主に1から6階。死傷者の多くは、7階以上に立ち込めた煙を吸ったと見られる。長江流域気象センターによると、長江上流と支流の清江、宇江下流、大雨になる見通し。三峡ダムの水位はすでに 172.5 メートルに達し、仁王川上流の主流、岳、安家の火山観測所の水位は 39.86 メートルで、警戒水位を112センチ超えた。陽湖の基準となる。水門ステーションの星子観測所の水位は 62.8 メートルに達し、警戒水位まであと86センチとなっている。同、広域造江口ステーションの水位は 59.64 メートルに達し、警戒水位を 1.89 メートル、保証水位を 1.86 メートル超えた。黄河の中下流域で比較的規模の大きな洪水が発生しており、河南や山東など各省が、厳戒態勢を敷いている。中国メディア、大衆日報によると、大雨が続いているため、黄河の山東省内の流域では、毎秒5000立方メートルの流量が継続。河南省の1から10月の雨量は、平年より5割、多い983ミリで、同期としては1961年以降で最多。中国政府の水利省は18日、春以降、中国8省の河川119本で水位が警戒レベルを超えた。水位が危険レベルにある河川の数は平年の同期に比べ6割多く、今年秋はより厳しい水害対策が急務となっている。重慶や四川など西南部の一部、黄河下流から淮河北部流域の江準地区、河北などで長雨が続いている。河北の河川、永川の上流では20年ぶりに、秋の増水が起きた。水利省などによると、今年の秋雨は、期間の長さに加えて、特定地区に集中する傾向があり、同じダムが繰り返し増水への対応を迫られている。春以降の水害で壊れた堤防が、復旧しないうちに、再び増水に直面している地区も、少なくない。水利省は、湖北や四川、河南などに、対策チームを派遣。水害予防対策を指導している吉林省吉林市宝満区の住宅街、長江尺で17日、道路に埋設されている暖房用の熱水供給管が破裂、激しく水を吹き上げた。道路脇の集合住宅では1階から6階まで窓ガラスが割れるなどの被害が出た。怪我人はいなかった。中国では道路の熱水供給管が破裂し、通行人らが熱湯を浴びて死傷する事故がしばしば起きている。地元当局が間もなく熱水供給管の修理を終えた。窓ガラスが割れた棟のほか、2棟でも家財が水を浴びるなどの被害が出た。また、付近一帯の路面が冠水した。熱水供給管の管理の不備が原因とみられる。中国東北部の吉林省は、寒さが厳しく、厳冬期入りを前にした事故に、不安を訴える住民もいる。重慶市では17日午前9時、長江の支流沿いの気候区で洪水警報が発令された。中国中央気象台は17日午前6時、長江ダムなどがある下中地域で激しい雨の恐れがあるとして警報を発令した。同気象台によると17日から貴州省北部、重慶市南東部、湖南省北西部、チャンスー省、上海など広い範囲で大雨となる見込み。特に貴州省北部、湖南省北西部、湖北省東部では激しい雨となり雨量は24時間で250から280ミリに達する見通し。